あなたから話しかけてもらえるなんて、私幸せです。あのシド君、ここからは。実験あと。実験台。さあ行きましょう。足が止まっているようだけど。あなたと過ごせるイベントは楽し。主様、お題は。失礼いたしました。何かお考えあってのことでしたか。あなたと過ごせるイベントは楽しくて、私の大事な思い出になります。頑張って行きましょう。クリスマスですね。サンタクロースよりも会いたい人が。時間の無駄だ。それはあなたです。なんて。時間の無駄だ。あなたと過ごせるイベントは楽しくて、私の大事な思い出になります。頑張って行きましょう。行くわよ。クリスマスですね。サンタクロースよりも会いたい人がいます。あなたと過ごせるイベントは。情報を聞き出す必要がありそうね。始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。
主様のご活躍、この目で拝。いつまで待てばいい？全てモブになりきるためだ。見てなさい、本当に私が凡人かどうか。
すべてモブになりきるためだ。魔剣士同士のぶつかり合い、こう…突破口は私が開きます。みんな、私についてきてください。深いですね。私はこの人たちに全てをかける。余裕なのです、うん、これからお昼寝の時間。ボス、いつまで準備をしてるのですか？いつまで待てばいい？早く狩りを始めたいの。主様のご活躍、この目で拝見できるのですね。
実験のお金たくさんいる。その魔道具見たい。まだまだ強くなるか研究する。あれ、成長。たまには思い切り動いてみる。実験の。やっとお会いできましたね。ずっと待って。ご存知かもしれませんが、オリアナ王国では剣は野蛮なものとして蔑まれています。あら、ミドガル王国はオリアナ王国と違って優秀な魔剣士の育成を目指しているのですよ。ええ、だから私はもっと努力します。剣術も芸術だと認められる日になるまで。ご存知かもしれ、剣は野蛮なものとして、さ、おろ、ミドガルを優秀な魔剣士の育成を目指。はい、そう、私にとって剣は忘れられない思い出があるのです。以前は荘厳な賛美歌ばかりを聞いていたのですが、最近は思い人に優しく告げるような恋の歌ばかり。